ハロー、ハロー、ハロー、ハロー。もう1100回、1100回か、1100回、言えない。1100回、ありがとう。やっほー、ボヤッキーさん、ありがとう。キムモリさん、ありがとう。花火、わらびもちさん、ありがとう。星花火、やっほーです。皆様、お家に帰ってきました。あやかちゃん、ありがとう。金魚、ハンニバルさん、タコ、ありがとう。トトロ見てた、私もトトロ見てた。鈴木秀和さん、かわいい、ありがとう。やっほー、あやかちゃん、ありがとう。瀬戸香ちゃん、ありがとう。金魚と花火、ひまわり29さん、金魚、くにちゃん、金魚、みつるん、かわいい、ありがとう。今日はおでこ出てる、もうダメでした、汗で。乾杯。ポンコツさん、お疲れ、ありがとう。たったらー、ももてんさん、ありがとう。さとしさんも、ありがとう。やほです。ハニバルさん、金魚、ケンちゃん、かわいい、ありがとう。もうほぼメイクも落ちてて困りました。リップは先塗った。クボズンさん、ありがとう。山口、楽しかった。鈴木秀和さん、ありがとう。貝柱さん、ありがとう。ハニバルさん、かわいい、ありがとう。里之助、かわいい、ありがとう。もう夏はデコ出しじゃないとダメかも。そうなんよ、ニコニコ生放送が復活、1年ぶりにかき氷、最高。ワイバン楽しすぎました。お疲れ様です。ズーデスさん、星花火、ありがとう。それな、ちょっと言っていただけて。このライブアーカイブあるの、あるんじゃない、見逃し配信。張さんのおかげでマジ汗引っ込んで MC できました。マジよかった。よかった、ありがとう。ポンコツさん、金魚、ラストワンさん、金魚、トリガーさん、金魚、ありがとう。ミツさん、金魚、ムービングさん、星花火、ありがとう。ベートーベンさんいないから甘えられない。見逃し配信見てる、ありがとう。いっぱいすごい楽しいステージだったから、みんなに見てもらえたら嬉しい。プレゼンの時間も配分も完璧なの、マジか。私全然考えずに話してた。ラストワンさん、キアさん、金魚、ありがとう。ムービングさん、花火、ゆきまるさん、金魚、ひびきちゃん、金魚、みきやくん、タコ、ありがとう。ありがとうです。進行スムーズ、やったぜ。もう確かに工藤理子です。もうみんなと出会えてよかったよ。今日は山口に生まれてよかったって思いました。フェス出れてよかった。トラッキーさん、ありがとう。星花火、鍋さん、花火、カズさん、お疲れって。カズさん、回復薬もありがとう。野呂介さん、星花火、ユッキミレさん、お疲れ、ありがとう。ムービングさん、星花火、ラストワンさんも、金魚、ありがとう。もしよろしければ皆さん、星花火を恵んでいただけると嬉しいでしょ。今花火集めてる。シャインマスカットか、お肉がもらえる。あ、うなぎか、最高すぎんだろ。そうちゃん、ありがとう。花火、ムービングさん、あ、違う、間違えちゃった。間違えてないけど、ありがとうだ。おうまる、星花火、ありがとう。みつさんも、星花火、ありがとう。トラッキーさん、金魚、ありがとう。くぼずんさん、花火、ありがとう。ちなみに私、ワイバンの最後の花火も見ました。誕生日です、佐藤のんすけ。結婚してが投げられたキャラ。今日だけは結婚しても投げてもいい日、おめでとう。そしてありがとう。
すごいすごい、おめでとう。結婚は60歳になったらいいかも。60歳になってお互い生きてて相手がお互いいなかったら結婚しましょう不可能すぎるかもしんない。くぼずんさんありがとう。おひさまおじさん、星花火、あーさん、星花火、鈴木秀和さん、星花火、ニョッキンミルンさん、花火、カズさん、星花火ありがとう。そう、結構遅くまでいました。最後までいました。さとのんすけありがとう、ありがとう。こちらこそお誕生日おめでとう。これからも一番の推しメンにしてよに。一番じゃないかもしんないけど、気持ちは一番の気持ちでいるわずっと。 Q さんありがとう、そーちゃんありがとう、花火、ニョキミルンさん星花火、和Q さんかわいいありがとう、ボヤキーさんも星花火、マシャさん金魚、ニョキミルンさん花火ありがとう。長生きします。長生きして、長生きできるように癒しを毎日提供いたします。後ろさんありがとう、ソラナルさんもありがとう、シーメンさんありがとう。もう早く明日になってインスタグラム投稿したい。ワイバン行きました、インスタグラムしたい。バンディさん見ました、最高でした。なんかすごい。シーメンさんありがとう、ニョッキンミレンさんありがとう、ヤマネクボーズさんありがとう。年の数だけ結婚してってやばいじゃん。佐藤のんすけすごい、流星群ありがとう、レインボー流星群ありがとうでした。山猫坊主さん、祖父さん、奈緒さんありがとう。オレンジ色に染めていた甲斐が本当ありました。 T シャツでももう汗でさ、この T シャツもすっごいオレンジが濃くなってマジ一番汗かいたと思います。山猫坊主さん、人生方向地さん、ヒデさんありがとう。本当にもうステージ最高すぎました、臨場感。ケンちゃんかわいいありがとう、山猫坊主さんありがとう。シュゴシュゴ、汗やばいよね。私汗っかきだから、ねだよね、マジずっと汗かいた。私も山猫坊主さんありがとう。オレンジ似合う、嬉しい。もっと着ていこうかな。みつさんありがとう。でもこの前買ったワンピースの中に、あ、千穂さん出てる、天スラで千穂さん、あの舞台やっちゃったやん、そのキャラクター。この前買ったワンピース、オレンジのワンピース買ったんだよね。いつかどっかで着るかも。ホリエモンさん、さん、山猫坊主さんね、ムシムシしてたよね、ありがとうだー。汗止まんなかった、ありがとうです。前髪もなくなっちゃった、吹き飛んだ、吹き飛びました。パチさんもありがとう。今日はね、ちゃんとインスタも投稿できました。目を丸くしたの。私はマキシマムザホルモンさん見ました、めっちゃ良かった。だよね、めっちゃね楽しかった。でもそう、あの歌歌ってる時のパフォーマンスすごい、って感じなんやけど、 MC になると優しさが垣間見えて、なんかギャップで楽しかった。そう、普通のお母さん、お父さん、おじさん、お姉さんね。じゃあ、あの女性の方が歌ってる時の歌声も好きだった。あとなんかすごい色気を感じた。ケンちゃん、オリちゃんち、ありがとう。マジギャップでもさ、ガチさ、こう左に回れみたいな感じで会場
のさ人たちがさ回ってたからすごかった。モッシュ、モッシュすごかった。モッシュ、そう、ギャップ萌えでした。私ギャップすごかった。めっちゃフェスでした。私も回りたくなったけど、ちょっと普通に見ました。あ、やばい、 UTB じゃないわ、あれやってない。速攻元気、うん、速攻元気応援隊ツイートしよう。ちょっとね、写真がマジ撮りだめ写真になって申し訳ないのよね。金曜日なので選び放題のやつにしよっかな。どれにするみたいな。そう、あ、なおさんって方なのか。ちょっとし、あ、そうなの。いっさん可愛い、ありがとう。あ、やってるんだ。へえ、ユキミルさんもありがとう。え、ちゃんとやってるんだ。あ、ちゃ、なんかちゃんとしてる方なんだね。歌ってるあれしか見てないからさ。本当やっちゃうの。あ、すごいね、割といっぱい。うん、素敵。なんかもっと知りたいです。ちょっと取りだめで申し訳ないんですけど、もう無加工ですが、もう気にしない。はい、トイートできました。福ちゃんち星花火ありがとうございます。タワさん星花火ありがとうございます。まさしさんクッキーありがとうございます。くちゃんち星花火ありがとうございます。成田のしんち星花火ありがとうございます。嬉しい、星花火。ちょっとやっぱね、うなぎシャインマスカット、どっちにしよう。もし達成したらうなぎが欲しい。シャインマスカット選べるやん。うん、どっちがいいかな。のろすけさん星花火ありがとう。たくさん、福ちゃんちもタワさんもたくさんありがとう。ひんやんかわいい、ありがとう。塩中さん、鈴木秀和さん、スタナーさん、ひでさん、ありがとうです。ニョッキンミルンさん、うん、福ちゃんち、どちら、自分だったらシャイマス、マジでもな、シャイマスかったよね。配信見れんかったっけ、今日見れて。あ、ほんと、サインよかった。からもカホ、うれしい、ウケる。香港さん、デカデカ花火ありがとう。シャインマスカット、山梨さんとか絶対おいしいじゃん。
お風呂上がりにシャインマスカット超豪華じゃん。福ちゃんちありがとうです。アムトンさん、かくれんぼ中さん、たくさんありがとう。みんな花火ワイワイ開けると大人っぽい色気、色気なんか韓国語っぽい色気色気ありがとうだよ。お風呂上がりにうなぎは確かに。わりちゃんちありがとう。てんてい、とうとい、ありがとう。なるなりさん、としさん、ありがとう。ふくちゃんち、アムトンさん、ありがとう。色気みたいな絶対あるよね、韓国語で。おとけやんカズさん、にゃー、ありがとう。肉、あー、いろんなフェス行きたい。色気よーとか絶対リコちゃんの話かい。大阪も、待ってるよ、待ってる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 。今日はもうぐっすり眠れそう。マジグースカだと思う。グースカピーナッツ、うなぎナウ最高。夜ご飯じゃん。色気よー、おとけー、おとけよー。せいくん、ありがとう。7月28日から8月18日までお役目頑張ったね。鋼の錬金術師やん。たくさん寝る。福ちゃんち、おはようさん、トリガーさん、ありがとう。花火、あ、つぶちゃんに明日の朝あんまり起こしに来ちゃダメよってちょっとやお姉ちゃん寝るけえねって言っちゃって。ちなみに枕変えたの？ホテル枕、いいねいいね。あ、そうなの、ふわふわなんじゃん。うん、私下で寝ようかなと思っちゃう。なんかさ、マットレスがツルツルすぎてさ、枕が飛んでいくんや枕固定せないかな、それの怖さでも寝られなくなるよね。そうっていう、そう、つぶちゃんノンアラ睡眠お邪魔してくるけねいやいいんよ、つぶちゃんは起こしてくれて。でも目覚ましだから、つぶちゃん定期的に来る目覚ましだから。はるるんさん、シーメンさん、香港さん、大人っぽい。ほんと今日はずっとこれでした。じゃあ明日のインスタに投稿する写真を一緒に選びましょう。そうですね、いい写真しかない、マジ。ワイワン写真、大人になります。ミツバラです。トトラー、ありがとう。星花火、ゴミゴミかわいい、ありがとう。でもボサボサよ、もうほら、もうマジメイクも落ちてて。初見やないやろ、この感じ好き。じゃあいつかおでこだし、おでこだし配信もあるかも。間違えた、おでこだし、うん、おでこだし公演もするかも。
今日楽しかった。なんか今までで一番ね楽しすぎてワク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 リンチョしちゃった。今日の雰囲気良きですか？嬉しいな。愛で揺れる世界の中で僕たちはキスをし合って生きている。なびく世界の中で僕たちは手を取り合って生きる。アップトゥボーイ、もし分かる。ちょっとじゃあ写真はね、とりあえずいいねして、いいね、いいねしてからちょっとまた明日選びます。ウキヤくんありがとう。にゃん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 、夏みかんちゃん、ひろちゃんありがとう。ビーショパンさんいいねありがとう。ビーショパンさんファイトもお疲れもありがとう。そうね、つぶちゃんおやすみ。あー、リコのおで公演するかと思った。するかもしれん、もしかしたら。まいちありがとう。まいちかわいいもありがとう。もつさんかわいいありがとう。グラビア嬉しいマジで。でも楽しみって言ってくれるみんなのあれも嬉しいです。なんかどっちでもいい派だろうに、みんな何笑ったの。あ、怪文来た、マジで。ママ怪文のファンじゃん。ちょ待って、福ちゃんちっととらありがとうね。あ、読んでるか。ここ、こんばんはんこそば。ちょっと待って、なんだかワクワクわからんな。なんでなんでそんなうまいの。なんだかワクワク若旦那、これ絶対さ怪文詩集さ作ってほしいよね。お金取れるよ。あ、ママ大好きやん。なんだかワクワク若旦那。なんだかワクワク若旦那、やばくない？うますぎんでしょ。福ちゃんちありがとう。明日のインスタの朝にするね。いや多分15時とかになると思う。起きる時間。うん、オレンジだよ。香港さんありがとう。ミキヤくんもありがとう。山猫坊主さんもありがとう。嬉しい。あ、ほんと嬉しい。え、即予約嬉しい。ありがとう山猫坊主さん、ハルレンさん。あー嬉しいって言ってくれて嬉しい。もうどっちもいるじゃん。あー、まあ複雑だよ派と、リコチがやりたいことやってるのが一番いいよ鳩、最高です鳩。まあどちらどの方もね、まあ反応していただけて嬉しいです。カラスさん、山猫坊主さん、マイコルさんありがとうだよ。え、リコちゃんのサイン会当選して初めて会いに行くのって楽しいです。2桁超える回分作れん、それな、もう無理よ。山猫坊主さんたくさんありがとう。最高う、こいさ、最高こいさ、無理ですね。山猫坊主さんありがとうだよ。水着ヒロインになりたいわよ。今日はねちょうどインスタグラムに載せるネタがあって、あれ いっぱいあるんですよ載せたいの。でもアップトゥーボーイさんぴったりかなと思って。しかもツイッターでは出回ってもらってると思うけど、インスタではなかなかないと思うから。リコの食べた残り、リコの食べた残りもいけるらしい、怪文らしい。リコの食べた残り食べたいですか？あー、オレンジ色？何それ？
山猫坊主さんありがとうだよね。いっぱいいっぱい嬉しい。あ、怪文ですかそれ。リコチが活躍してる姿をいろんな場所で見れるのがめちゃくちゃ嬉しいよ。怪文だわ。嘘山猫坊主さんありがとう。いや本当ですよ、私負けましたわ。え、なんか前もあったかな。でもおもろいけど。カズさんブラボーありがとう。つぶぶつだって。つぶぶつつぶらぶつね、すごい上手。俺いいリレオ。大嘘つき。今日やっちまった出来事、特にないけど汗をたくさんかいたとかな。もっと梅干しの美味しいやつ持ってきて、なんか回復できたらなって思いました。てかなんかフェスないのかな他に。ああ。いや10月とかじゃないっけ確か。マジ。そうなの。サム、かわいい、ありがとう。尊いもありがとう。くにちゃん、ありがとう。金魚。若者のすべてだね。え、なに？来ても良い頃だろ。恋をモテき。怪文だって。めちゃすごい怪文じゃん。馬が舞う。かわいい、綺麗だよ。最高の苦悩、恋さ。素敵。私たわし、私たわ。あ、そういうこと。私たわってことか。ありがとう。サイン会女子がいて女の子来てくれるの超嬉しいよ。大丈夫だよ。え、でも確かに並んでる時に優しい人しかいないと思うけど気をつけてね。そこかな。うん、うん、女の子だから。ママが私にしたわがママ。なんだろう。高雪さんかわいい、ありがとう。いっぱいあるね、怪文って探したら。今日レッドブルね、美味しそうって思ってね、売店見てたけどね、飲まなかった。でもマジ美味しそうだった。うん、確かに話の流れに沿った怪文来たら痺れる。そうだよね、怪文とはそういうものですよ。フボムさん可愛い、ありがとう。確かに、どういう考えでみんなそんな上手な怪文が作れるんだ。すごいよ、すごいよ、みんな。にゃんこにゃんにゃんこ。
海峡メッセかいね。海峡メッセのフェスは誰が来るんだろう。今日来てた方はあんまり来ないのかな。あー、そん今日来てた方はいらっしゃらないね。え、1395文字の回文ですって。えぐっ。うん、回文分解いいね。頭が柔らかいにゃ。福ちゃんちありがとう。星花火リコほっこりだってリコほっこりほっこりリコペコリもある。いろいろあるかも。うん、エッセイだね。いっぱいあるんだ。あー今日はね、大爆睡してやろうと思います。でも髪の、ん、あの絶対日焼けしたんですよ。だからちょっと冷やして保湿してあげなきゃいけない。顔とかも特に左側が焼けた気がします。めっちゃ西日浴びてた。トトラありがとう。海峡ビューのホテル泊まったことあるの。綺麗そう。めちゃめちゃパックするしかないよね。泥のように寝る。泥になりたい。ドロドロい。確かに参加者のポスター今思えばあったね。結構告知いっぱいされてたよね。やっぱ若者のすべてだよね。この前ここで若者のすべて聞いた。マジハマった。くちゃんちありがとう。星花火真夏のピークが去った。天気予報士がテレビで言ってた。それでも未だに街は落ち着かないような気がしていた。夕方5時のチャイムが今日はなんだか胸に響いて。運命なんて便利なものでぼんやりさ。この花火に今年もなったな。何年経っても思い出してしまうな。ないかな、ないよな、きっとね、いないよな。あったら言えるかな。まぶた閉じて浮かべているよ。歌詞完璧に覚えてしまった。フジファブリックさんもワイワン来たことあるの？行きたかったな。そんな頃これ私もカラオケステージで歌いたかったけど、私はアイドルソングだったからさすがにフジファブリックさん歌えなかった。泣きそうになるよねこの歌。聞いてくれてありがとう。わあ、たくさんの盛り上げをありがとうございます。音符やペンライトやトートイとか。俺ピーナッチュです。花火とかパチパチも嬉しいでしょ。歌詞完璧。それな、失礼受ける。全然私も歌詞とメロディー完璧に覚えるなんてことないので。やっぱ好きなんだなと思う。青と夏は
涼しい風吹く青空の匂い、今日はガラッと過ごしてみようか。風鈴が散り、にゃ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 、え、来年2月？何？関係ないと思っていたのに、夏がいつかした、喜び疲れるけどもいいんだ、次の恋の行方はどこだ、映画じゃない主役は誰だ、映画じゃない主役は僕だ。サム、そうですね、アニガイとパチパチもありがとう。みんなコメントくれた？ツイッターランドで。いいじゃん。涼しい風吹く青空の匂い、今日はからあと少してみようか。風鈴が散り、にゃん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 、夏が始まった、愛情がした、喜び疲れるけどもいいんだ、月の恋の行方はどこだ、映画じゃない、誰だ、えふふ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 ふ。私は今インスタグラムのフォロワー様を4000人にまで行きたい。あとね140人ぐらいなんですよ。だから毎日投稿頑張ります。今月中に4000人いけたら嬉しいな。けんちゃん、かわちありがとう。ツーです、ハミさんありがとう。ツイッターやってるよ、まことさんありがとう。やっぱツイート増やすことがフォロワー様を増やす鍵ですかね。アッキーザラ大好きマンさん、トトラ、ミキヤくん、アクくんありがとう。毎日投稿、そうね、頑張る。あともう少し。そうなんですよ、ぜひインスタフォロー。ここになんか書いちょく？ツイッターで拡散とか、でもなんかそれ良くないらしくって、ね、ありえないことに。ツーです、ありがとう。なんか他の SNS で、他の SNS をみたいな感じになっちゃうんだって。会社から疲れてたの、やったぜ、癒し効果。顔本当に可愛くて憧れ、恥ずかしい、こんな結構もう廃れた顔なんですが、嬉しい、そう言ってもらえて。明日はちゃんとサラサラな髪の毛で配信したい。福ちゃん、じゃあありがとう、星ちゃん。みんなぜひインスタフォローしてね。え、もうこんな時間？天気ビリビリさんありがとう。ライラック歌えるようになりたいんだよね。じゃあライラックを口ずさんで終わろうかな。過ぎてゆくんだ今日もこの寿命の通りに、限りある数字が減るように、美しい数字が増えるように、思い出の方向
古いものは棚の奥に埃をかぶっているのに、埃が光って見えるようにけれど、されどバイマイサイ不円滑災連帯濁ったりの安全地帯グワングワンになる朝方検体サマーホーム準急電車青に似たスパイハルとライラ君を待つよここでね痛み出す人生痛いの傷も愛しく思いたい探すあてもないのに忘れてしまう僕らは何を得て何を得て大人になってくんだろう。これいいですね。青に似た酸っぱい春とライラ君を待つよここでね痛み出す人生単位の傷も愛おしく思いたい愛おしく思いたい探すあてもないのに忘れてしまう僕らは何を得て何を得て大人になっていくんだろう。こういうことか。つるきみうららもね25日までに無料配信2日間しかやってないじゃん。つまり明日中に見なきゃ、明日明後日中に見なきゃ。いいね。青に似たスーパーハルトライラ君を待つよここでね痛み出す人生単位のキスも愛しく思いたい忘れてしまう僕らは何を経て何を経て大人になっていくんだろう。なべさん、おりちゃんち、ふくちゃんち、にゃんこーズーデさん、ほんこんさん、せいくんありがとう、おんぶもありがとう、ズーデさん、はしゃなびありがとう。確かに男性ボーカルさんの曲なんか地味に聴いたかったりするよね最近の歌。じゃああともう一曲、ラオと夏。涼しい風吹く青空の匂い今日はだらっと過ごしてみようか風鈴が散りんひまわりの黄色私には関係ないと思っていたんだ夏が始まった合図がした傷つき疲れるけどもいいんだ月の恋の行方はどこだ映画じゃない主役は誰だ映画じゃない僕らの番だトゥトゥルトゥルルトゥルトゥルトゥルルおしまい。うわー今日も配信あっという間すぎた。てか今日はもう一日盛りだくさんだったな。てか今日朝車両で移動してきたんですけど山口に案の定車両の中でもあれしてた、あれしてた、金縛ってた。おしまいか。私も今日は多分健やかになれそう。ニョッキンミルンさん、ダグレイソング教えるね。福ちゃんちズーデスさん、ノロスケさん、もう私金縛りの呪術回戦。ノロスケさん、福ちゃんち、音符もありがとう。トリガーさん、
歌声好き？嬉しい。福ちゃんちゃん、ありがとう。やばいよね。うん。車両金縛り。チューチューさん、お疲れありがとう。電解質が足りてないのかな。電解質って何ですか？ポカリとか。あ、リコチの歌で締めて。体が緊張して休めてないのか。よくないな。車両の中の金縛り上級者だよね、マジで。うん。深呼吸してリラックスですね。おは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 。じゃあ今日は健やかに寝る。ミネラルが足りてない。こんなに食べてるのに私ご飯。39位からタワさん、マイコル、ボヤッキーさん、渡辺さん、セイ君、アムトンさん、クニちゃん、トラッキーさん、ビーショップアウンさん、おひさもじさん、なるなりさん、マイチ、サムさん、オリちゃん、チポンコチさん、ヘズさん、ソウちゃん、ヒデさん、ムービングさん、ミツさん、アーさん、サンパチさん、ラストワンさん、チュリガワさん、アニバルさん、ミキア君、人生ほこりさん、ケンちゃん、鈴木秀和さん、ズーデさん、ニョッキンミルンさん、トトラ、シーメンさん、カズさん、あー間違えちゃった。そして本日の秋元先生枠、先生枠はカズ先生です。ありがとうございます。奈良介さん、佐藤直介、ありがとうございました。お誕生日おめでとう。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は香港さんでした。香港さん、最後まで見てくれてありがとう。第2位は福ちゃんちでした。福ちゃんちも最後まで見てくれてありがとう。そして第1位は山猫坊主さんでした。山猫坊主さん、最後まで見てくれてありがとう。そしてみんなでした。みんなも最後まで見てくれてありがとう。配信見てくれてありがとうございました。トトラン、ありがとう。お疲れ、ありがとう。あ、でもあ、アクエリね、なるほどね。とりあえず今日はゆっくり寝てみるわ。佐藤のすけ、ありがとう、ありがとう。あ、昨夜と今朝はちょっとだけ配信見させて、ね、いろんな面が見れてよ。恥ずかしいんだけど。福ちゃんち、お疲れ、ありがとう、ありがとう。やばい、もうこんな時間。じゃあ皆さん、今夜も健やかに眠りましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おーやすちー。みんな健やかに。ハルルンさん、お疲れ、ありがとう。ぜひ私の配信これからも見に来て。うん、じゃあね、おやすみなさいませ。カズさん、ありがとう、ありがとう。また明日ね。ゆっくり眠ろうでやんす。今からシャンプー、シャワー、シャンプー、お風呂。あばんばばんばんば、あびわびわびわ。